マジョルカの試合、だから今日、もう、マルサー起きてみようと思ってて、で、その後に、もう、生配信で話すこと何しようかなと思って、ああ、ゆうべ見るか、みたいな。ああ、そうか、久保が活躍したの最近か、みたいな。バレンシア戦見たこうと思って。全然見れて、やっぱりね、無理気入ったらでかい <laughs>。てか、冬の補強が本当当たったから、無理気、リコ、あとあの、俺、ワイスカウトで見たから、あの、 G ゴンザレスって書いてあるんだけど、ジョバンニでいいんすかあれ。なんかワイスカウトで海外音声聞いてると、ランニーゴンザレスみたい言ってるから、あ、ジョバンニでいいのジオバンニー。全然違う ?G ゴンザレス。あ、張ってる張ってる。そうそうそう。あのね、右サイドバックがマフェオより全然判断いいっていう。<laughs> あジオゴンザレス。ジオゴンね。うん、ジョバゴン。なんかね、ただ切り替えの瞬間の守備とか、なんかこうもたってたりとか、まあ前上がってるからサイドバック戻るのきついんだけど、そこがあれ ちょっともしかしたら遅いかなみたいに見えたシーンあるけど、まあ、もう1試合ぐらい見ないと分かんないけど、フルから見ないと。ただ、久保との連携だったりとか、オーバーラップの思い切りの良さだったりとか、まあ、一個一個のプレーの質があの、ディフェンス名以外は多分、マ弘より全然いいと思いますね。だから、ちゃんとやっぱり首脳陣もあの、どこが悪いかはちゃんと分かってたんだろうなっていう。ただ、それでもやっぱり久保、よく言えば、いいボランチの元でやらしたいですよね。あの、セビジーとかさ、 あ、いいロングパス通したなとかさ、あるんだけど、とか、あの10番の選手とか、よくそこ出してくれたなとか、あるんだけど、ただ全体的には判断悪いっていう、左で詰まってんのに右に持ち帰らないっていうか、こうトラップの位置をさ、手前で受けると見せかけて引き込んでおくみたいなことができないから、オープンにボール持つの怖がっちゃうんですよ、どっちの選手も。だから、反対に触れなくて、結果、まあ、チャンスにならないとか。てか、多分、まあ、序盤には今後どうなるかわかんないけど、 無力と久保以外、見て先見えないんですよ。今空いてるとこ出すみたいな。だからちょっと折り返してくれれば決めれるみたいなところか、ところとか、うん、落としてもらえればみたいなところとか結構無視されるっていう。だからね、久保めっちゃ活躍してるからね、結構問題として見られながちだ、見られないがちだけど、もっと活躍できますよね、久保。本当だったら。でも、それでも昔よりはチャンス増えてるから、フリーキックのところだったりとか、 シュート打てたところとか、まあ、ああいうところで1点ぐらい取れてないと評価上がらなかったり、あとそれこそ、ちょっと噂上がってる来季レアル・マドリードで使われるかもしれないみたいなさ、そういうのがちょっとね、あの現実味を帯びないですよね。本当にレアル・マドリードの来季戻れるんだったら、え、じゃあアセンショーに勝てんのみたいな。判断とかアセンシより良さそうに見える部分もあるけど、スプリントだったりとか、守備の体のぶつけ合いとかは絶対アセンシオだしで、あとはあの単純にエンバペも来るしね。 そうモドリッチのところ見たいって言っても、モドリッチボールバウンの前いからさ、でも久保は切り替えとか、なんかどんどんスプリント力とかも上がってるし、中央での守備とかもさ、久保のプレスバックでさ、守備できたみたいなところもあるから、ただまあ、レアル・マドリードに関しては、もうライバル、レベチですからね、南野と同じぐらい出られなくなっていい選手なのにみたいな、そういうのがすごいありそうだね。 ロドリゴには勝てない。でもロドリゴだって若いからね。で、ロドリゴのプレイスタイルって守備ちゃんとして裏にもどんどん出てってっていうすごい献身的なタイプじゃないですか。あの献身的な選手ってもがきながらコツつかもうと必死になってるから覚醒する瞬間あるのよ。あの遠藤渡るみたいなそう。だから、まあ来季どうなるか分かんないけど、そう、どうしてもそろそろ あれ昔の状況のね、あの苦しいカウンターの時に一人でなんかしてくださいの久保よりもまだサポートされてるから、ああ、じゃあそろそろ1点には絡まないとだみたいなだ。ただアシストのところで相当外されてるってなんだけどね。反対側のジャムメ・コスターとかさ、こんないいパス来ると思わなかったみたいな感じでさ、テンパってるとこもあったしね。あとあれですよね、あのー、久保に関してはあのバレンシアのシステムが532だったじゃん。で、これがさ、ちょっとおもろかったのが久保の活躍、 まあ、しやすかっこの要因として 5, 3人に対してマ、まあ、ジョルカが赤で、まあ、44112442で久保、まあの中入っていくみたいなこれこの状態だとさマフェオとかがボール持った時に久保の位置取りとしてマフェオにスペース与えるんだったら中なんだけど低い位置でマフェオがボール持ってるからこの状態で中でボール待っててもボールこう動いた時に矢印がねボールホルダーに向きやすいのよ。 だから、こういう時っていうのは、外を取って、相手引っ張って、このスペースを誰かに使わせなきゃいけない。セオリーとしては。なんだけど、前半の久保、結構マフィオを持った時に、張らずにそのまま中にいたで俺、それ見てて、マフィオボールくれなかったりとか、ここで見られてる状態でマフィオめっちゃパスのタイミングとか悪いから、出されて失うとかするよりは、ここに行かなかったら、久保にこう、集中するから、マフィオも出さないじゃん。ってなると、反対振ってとかやってるうちに、結果マフィオ高い位置取れて、マフィオで、 あの左ウイングバックの、えー、フル系だっけ、あれをあの釣ってやれるからっていうので、わざと行ってないと思った。で、結果、何が起きたかっていうと、バレンシアの3バックも出てくるの遅かったりとかあの、ツートップにピン止めされてたりとかして、結果、久保がこのボランチの脇の、ここで受けて前向くっていう、ちょっとトゥヘルシステムっぽい受け方になって、でこれだと何がいいかっていうと、ここで久保を受けるよりも、抜く人数だったりとか、 あのカバーされる人数が少ないここだと1個前に出ちゃえばもう1人抜いたらシュートとかになる。だから前半って結構それさ、点に絡みそうになったシーンとかあったじゃん。なんだけど、後半普通にマフィオが低い位置の時に久保ちゃんと流れてたの。だから、あ,あれたまたまだったのかなみたいな。普通のは修正しないほうがいいじゃん。もしくは監督に言われて後半やらざるを得なかったのか。ただ結果、受けれるけどゴールに遠くなって抜かなきゃいけない人数とか増えてみたいな。まあ、それでもこういうチャンス作るからさすがなんだけど。 ただ、マフェオがいるときにはわざと張らずに中いることで、今言ったようなことができると、むしろ、あのー、久保にとってはプラスっていうか、だから、あとね、もう一つは、バレンシアがさ、ゴーサニで、ウィングバック張ってるときはそのままサイドバックが出てくるの。で、もう一つは、ブライアンヒルがさ、ブライアンヒルがさ、こういうふうにサイド行ったときとかは、 その時に、ウィングバックも上がって、ここで数的優位作るとかやらなくて、ブライアン・ヒル上がってんならフルキー上がんないみたいになっちゃうから、結果、ブライアン・ヒルがこっちにいる時は、マフィオに守備任せられる、久保が。で、ブライアン・ヒルが中行ったら、じゃあ引っ張られてこうかと思ったら、こういう攻撃、こうなってこうとかバレンシアやんないから、結果、じゃあ中行ったからブライアン・ヒルよろしくね、っつって、マフィオ戻ってって感じで、久保がね、普段よりも、あんまり一生懸命戻ったりしなくてよかった。 実際、今回の試合はそんなイメージないでしょ、久保がめっちゃここ戻ってるみたいな。そういうふうにあのバレンシアの攻撃の、まあ、システム含めた構造があの、守備においても久保ちょっと楽にさせたし、攻撃においてもこのポケットあのエアポケット的にできるところで受けれるようになってたから、それもちょっと活躍の要因かなみたいな感じがします、ね。だから今後もああいう,ふうに 相手,がまあ、相手がバレンシアみたいに攻撃してくることはないけど今後もちょっとマフェオだったら無理して外反んないでここで待っててほしいなみたいなここでマフェオと連携してもまあろくなことないから反対に振ってもらってそれで結果最終的にこう相手がさこっちに寄ってくるからマフェオに上がるスペースできて幅取るぐらいのマフェオでもできるからそれで久保が中で仕事できる方がいいなってありますね。 えー、久保田さんってダビド・シルバーみたいにビッグクラブで絶対的な選手になれそうと思いますかレオさんはどう思われますか出会う監督次第でしょうね。まあ、ダビド・シルバーはまあ、ペジェ・グリーンの時もあれだったけど、ただね、チーム全体が、あの時、ややトレ全盛期だったりとか、あと、プレミアが全体的にまだ戦術的になってなかったから、ダビド・シルバートップ下だったり左サイドだったりで、ライン間で受けてアグエロにすぐ渡したりとか、サイド叩いてみたいな。で、その後はペップになって、みたいな。サッカー整理されてみたいな。まあ、出会う監督によるかな。でも全然その、 ダビド・シルバー、めちゃくちゃすごい選手ですけど、そのめちゃくちゃすごい選手っていうふうに、久保建英も世界的に言われるポテンシャルあると思います移籍したもの、残ったものの明暗みたいな記事が出てて、出場機会は多そうなチームでも、戦術違うチームに行くよりかは、ビッグク,クラブで我慢して成長するのも大事なことかなと思いました、レオさん、どっちが賢明だと思いますか。いいい監督のの方に行くのも賢明だと思ますね それこそあのクラスまで行ったらさ、一生ね、変なビジネスに手出さなきゃ困んないぐらいのお金もらえるじゃないですか。ってなった時に、じゃあそこでどんな成長ができるかっていうのが今後の財産なんで。いくらお金払おうが成長できない場所は成長できないですよ。 ってなると、もう成長できる場所にいるっていうのが人間にとって大事なことだと思うんで成長ってあの欲求を満たしますから。か一つの快楽作用ですから、成長っていうの。ってなると、その成長できてるって実感はメンタルも安定するし、それによって、ね、成長できてると、いつかいい監督と出会ったりとか、自分が輝く場所にね、こう 折り立てた時に活躍できるから試合出れてる出れてないも大事なんだけど、試合出られなくても納得させてくれる監督、試合出てても納得させてくれない監督、これ両方いるからさ、出してくれる監督、それは嬉しいんだけど、この人とやっててもなぁ、みたいな監督のとこいるよりは、この人のとこいると試合出れないんだけど、ただめっちゃ上手くなれてるなとか、この人のところいてこの人を認めさせたいみたいな、そういうところにいるのが僕は一番いいと思ってて、だから次のね、久保の新天地選びは監督で選んでほしいなって思いますね。 明け8ケア損しも驚く準備試合の数だけして奇跡をするやつー手を組時代のークけケア損しも驚く準備試合の数だけして奇跡をするやつ